皆様明けましておめでとうございます。まあ今年ですね、令和3年が始まりました。まあ私はですね、まあこの令和3年もまあね、これまでと変わらず、まあ、YouTube を投稿しながら、そうしていきたいなと思うんですよね。でまあ、1年の抱負ということで、まあね、元旦なのでちょっとやりたいと思ってることを、まあ、言ってみたいと思うんですけど、私結構法学部の出身なんで、まあ、法律関係の学習動画をですね、勉強動画をね上げたいなと思ってるんですよね。で思いつつちょっとねバタバタしていて、で上げられてないということになるんですよね。だからまあ今年はですね、できればそのね法律関係の勉強動画を上げて、そのねその質の高さでね、たくさんの読者視聴者を獲得したいなと思ってます。で2つ目のやりたいことは、もうこれも準備はしてるんですよね。そのバイオリンを弾きながら歌いたいんですよね。そのもう楽譜もできてるんですね。で歌詞もねちゃんと書き込んで、あとは弾くばかりっていうことで、でちょっとね寒いから手がかじかむからとかいうのでやってないんですよね。本当にまあ両方ともやろうと思っては、その毎日をまあね無意に過ごしているということで、ぜひ今年はですねこの2つをやりたいなと思います。ということで、今年は、判例講座と、まあ、法学講座と、それから、バイオリンの歌いながらね、弾きながら歌うっていうね、弾き語りを、2本をやりたいと思います。あとはですね、猫動画をメインで、まあ、たまに私の、考えもつらつら話したいと思いますので、まあ、このチャンネルを今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。